はい、皆さんこんばんは。はい、今日は11対1でドラゴンズが勝利しました。おめでとうございます。はい。まあ、勝ったからといってね、まあなんか話すことが増えるかって言われるとそうではないんですけれども、まあもちろん、話す話題はね、やっぱ増えていきますし、毎日毎日同じような巻き方をしていると、話す話題もなくなっていくんで、まあこうやって、まあ勝ってくれることは大事なんですけれども、まあまず、今日の勝ち、11対1、まあこういう対勝した試合の翌日、翌々日、よく連敗をするっていうのが、ここ10年間のドラゴンズに共通しているところではあると思うので、まあ明日、ちゃんと点を取れるといいですけど、まあ結構心配してる部分ではあります。はい、まあちょっとできすぎやなっていうところがねあるんでね。はい、まあ今日は、まあ誕生日でもあった細川選手のね話をちょっとしていきたいなっていうふうに思っております。はい、まあ細川選手はね、まあ今年 DeNA から現役ドラフトで外で入ってきてくれて、まあここまでのね活躍をするとは誰も思っていなかったと思います。まあその中でまあほんまにね、キャンプから一生懸命実のある練習をしてきて、で自分のねためになる練習をずっと、まあ、和田コーチと二人でね、一生懸命やってきた結果がここにつながっていると思うんですけれども、まあ並大抵のね努力じゃないと思います。もうほんまにね毎日毎日もうとにかくバットを振って、まあバットと一緒に寝てるみたいなね、感覚で、野球をやってると思うんですけれども、まあそれがねやっぱり誰でもできることじゃないと思いますし、まあもちろんみんなね、練習して上手くなってると思うんですけど、まあもう細川選手はもうほんまにね野球が好きなんやろうなっていうのはすごい思うし、まあ、ほんまに上手くなりたい上手くなりたいって今までずっとね思ってやってきたんでしょうけど、まあ真面目なところもやっぱあるんで、まあそこも空回りしてしまってうまくいってなかった部分っていうのもあると思うんですけど、まあそこをね、まあ和田コーチがほんまにうまいことをすくい上げてここまで育て上げて、ほんまね、まあ立派なもんやと思います。まあ本人の努力もそうですし、まあ和田コーチの教え方であったりとか、まあねコーチング指導がね、まあ、ほんまにハマってるんでしょうね。はい、まあ去年の、まあ今日細川選手誕生日だったんですけれども、まあ改めておめでとうございます。去年の今今年違う去年の、誕生日にちょうど抹消されて、まあ悔しい思いをね、きっと本人はしてると思うんですけれども、まあなかなかねなんていうかな、喜怒哀楽の表情が、出にくい選手であると思うんで、まあ、あんまり、そういうのを全面的に出さないんでしょうけど、まあ、やっぱり本人の中では、やっぱり今まで活躍できなかったっていうのもすごい悔しい思いを絶対してると思いますし、まあ、その中で、今年、こうやってドラゴンズに来て、レギュラーを張ってくれて、スタメンで、毎日毎日出て、ほんで、なんと誕生日に、ホームラン2本ですよ。もう、なんか、すごい、なんか夢のストーリーみたいなね、オールスターにも出てね、形になってきてるんじゃないのかなっていうふうに思います。ほんまにね、まあ、細川選手がいなければ、ドラゴンズ今頃どうなってたかというところでありますけれども、ほんまに、今後に期待を持ててる、持てるような選手が、なんとこんな現役ドラフトで来てくれて、ほんまに、ありがたいの一言ですし、まあこんだけ活躍する努力をね、毎日毎日してる、まあ谷が今マネージャーしてるのかな、がなんか、この間、誰やったっけな、解説図展になんか言ってたんですけど、まあ、もうずっと永遠にバットを振り付けてるらしいですね。はい。まあだからこんだけこの活躍をできるんでしょうけど、まあでも今までも多分やってたと思うんですよ。でも、
まあ、それが身を結ばなかったのが、まあ、今年こうやってね、とにかく練習をする細川選手にほんまに身を結んでくれて、まあ、なんか野球の神様ってやっぱりいるんやなっていうね、はい、いうふうに思うところもありますし、まあ、本人の頑張りがやっと身を結んでくれたんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい、もうほんまに、まあ、細川選手、今日で16本ですかね、はい、平田良介元選手の、キャリアハイのホームランを抜いてしまいました。はい、1年で、まあ、ここからね、どんだけホームラン打ってくれるかわからないですけど、まあ20本は硬いんじゃないのかなっていうふうに思いますし、まあそうなってくると2010年の、まあ違うな、2010年の、和田、ほんまに和田コーチ以来の、あの時あれか、和田と森野があれで打ってたのか、だから和田が37本打って森野が多分22本打ってるんですけど、まあ、それ以来の それ以来の、日本人の20本塁打超えで、18本を超えると、福田を超えてくるっていう風な形になってくると思います。まあ、もうとにかくそこをね、細川選手は戻し目指してもらって、20本打てば、まあ、きっと打点も80ぐらい乗ってくると思うんで、ほんまに、なんか、ね、なんか森野選手とかを当たり前に見てきた、ところはあったんで、まあ、ホームラン20本で、なかなか、シーズン通したら、なんか印象に残るものを打ってるんやなっていうふうに思うところも、最近やっと感じてきたところであるんですけれども、まあ、ほんまに細川選手に引き続き頑張ってもらって、はい、高谷も取り残されないように頑張っていきましょう。はい、で今日は我らが高橋周平が2安打打ってくれました。はい、なんかね、最後のライト前の打席の時とかもどうせ 3-1 のカウントから一球見送るんやろなと思ったら、ちゃんとインコースの球引っ張っていきましたね。はい、まあ点差もあって打てる雰囲気はあったのはもちろんあったと思うんですけど、まあなんかちょっと打撃の感じは変わりつつあるんじゃないのかなっていうふうに思いますけど、まあでもそんな甘い見方をしてるような、もう中堅ではない、選手のレベルではないんで、まあ1日2安打打ったから、まあそんなルーキーみたいな、見方をしてたらダメな選手だと思うんで、まあもっともっと厳しくね、見ていって、で、まあその中で結果を残すんだったら結果を残していってもらわないといけない選手であるんで、はい。まあそこは、今年ラスト、ドラゴンズで在籍していくので結果を残していかないといけないっていう立場ではあるんで、ダメだったらもうダメですし、まだいけるんやっていうのを証明するんやったらもう本人の努力しかないと思うんで、はい、もうそこは頑張ってもらいましょう。はい、じゃあ、週末まだ明日から始まりますけれども、皆さんまた名古屋ドームにたくさんね行かれると思います。明日も明後日もしっかり応援頑張っていきましょう。はい、明日明後日はキッズユニフォームももらえるみたいなんで、お子様は早く行かれてください。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。おーしゅえい。